はい、と皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで新しく私の配信画面を利用しまして収録をね今やってるんですけども、はい、今こちら画面上に出てますのは、モザのピットハウスということで、ですね、前回配信で TSW とアセットコルサ頼まれてもいないのにアセットコルサのこの R12 のねFFB の設定を、結構細かく出しましたら、なんとですねベータ版のですねピットハウスの修正パッチですね、はい、パッチノートの、フィードバック、フィードバックっていうのはフォースフィードバックではなくて、意見ですね、はい、どんな感じっすかねみたいな感じで、こうした方がいいよみたいな、ここはこんな感じですよねみたいな感じの、フィードバックをちょっとご依頼いただきまして、はい、まだこれ今俺アップデートして、はい、入れたばっかりなんです。ここベータって書いてある通りベータなんですけど、これをですねまあちょっと今試しにやっていこうかなと思っております。はい、で、変わったところがなんですけども、まあパッチノートはいいとしてこっちですね、自然完成の最適化ですね、はい、なのでこれに関して言うと物理演算の速度に対しての FFB の入力、これとかまあそこら辺ですね、はい、アクセル抜いた時の完成でのこの FFB のこのグリップに対しての入力ですね、はい、であと速度依存のダンピングですね。ダンピングは俺もともと入れてないんですけど今回ちょっと入れてみようかなと思っております。ここっすね、ホイールダンプ、ここをちょっとまあちょっと30、50ぐらいにしてちょっとやっていこうかなと思います。これ俺 FFB の強度で結構いつも使っていたのでステアリングのそのホイールスピードとかまあそこら辺のあれっすね、はい、まあ多分まあ好み分かれるとこだと思うんですけど、まあこれもちょっとね、ここの3つって、まあこのスプリングっていうのはこの真ん中に戻るやつですね。これやったらこう真ん中に戻る力が強くなるってやつですね。バンプ、俗に言うバネコンのバネですね、このスプリングっていうのは。で、俺はこれなしにしてます。はい。普通の、リアルの車でもバネっていうのは入ってないので、はい、切ったら切りっぱなしなので。で、まあ、だからリアルを求めていくと、こちらのホイール、まあ、ダンパーのダンパーはこの、なんていうんですかね、このぬるっとしたダンプとはまた違うんですけど、はい、ここのまあ表現がちょっとね走りながらどうなるかってところだと思うんですよね、はい、でまあホイールスピードはそのセルフの速さっすね、はい、であとフォースフィードバックということで、VGS でちょっとやっていくんでここら辺でちょっとまあ設定をねいじりながらってことですね。で前回俺がめちゃめちゃちょっとオフにしてたこのハンズオフプロテクションですね。これがまた新しくなったらしいので、これをちょっとまた、今入れまして、アドバンスですね。はい、ハンズオフプロテクションで。これはまあ、ドリフトでちょっと、ものすごい重要な設定になるんですけども、グリップでもちょっとね、やっぱ、リア滑った時のセルフ当てる時のですね、抜けっすよね。これがちょっとね、やっぱりどうしても難しいというところで、ちょっとまあ、一回オンにして、試走してみたいなと思います。まあいつもながら首都高行きましょうか。ではでは早速なんですけど走っていきたいなと思います。ダンパー入れるとやっぱだいぶあれっすね。まあこれが速度でどういう風に、ただ単だダンパーが入ってるっていうのと多分違うと思うんで、ここちょっとただ単純にステアリングのキレが重くなったってだけだったらこれはもうダメなんで、ちょっとまあまあまあって感じですね。まあ、ダンパーが入れる、ステアリングダンパー入れる目的としてはなんですけども、まあ、ハンドルのこう、キレが急に切れないように
するっていう、まあ、効果がダンパーってあるわけですよ。それが、まあ、モーターのこの FFB で、まあ、物理演算とともにどういう感じで表現されていくかっていうところなんですよね。もともとデフォでも入ってるので、塗る、あの、スルンスルンっていくわけではないので、そこに関してはだいぶいい感じ、今んとこいい感じっすね。ただあの 40% でだいたいまあ6いかないぐらいっていう、まあ 5.5 ぐらいを目標として FFB を組んでるんですけども、ダンパーを入れることによってダンパー分のこの負荷がもちろんかかってくるわけですよ、手にね。なのでその分ちょっとね、重くなるはある。で、ハンズオフプロテクションのですね、このグリップに関して言うと、ちょっとこの抜けはなくなりましたね。なんか前これ入ってると、この例えばこういうところで少しこうリアが滑った時のこの抜けがなくなるっていうやつが、ハンズオフプロテクションのこのこれですねこのブルルっていうやつのこれがのプロテクションなんですよ。これの話なんですけど、これがリア滑った時にこのハンズこの感じですね。この今戻す時のこの FFB がね、抜けるのがあったんですよ前回。このプロテクションかかって FFB 抜いて、まあ、指とかが怪我しないようにっていう、それがハンズオフプロテクションの目的なんですけど、それが FFB が抜けて操作ができなくなるっていうのがあったんですけど、それが戻りましたね。はい、まあなかなかいい感じではないかな。ダンパーいいっすね。なんかこれはもう好みだと思うんですけど、まあ、あとはまあ速度に対してのこの FFB 入力、物理演算がどういう感じになっていくかみたいな感じですよね。まあ、個人的にもともと、結構重いので、危ない。まあ、抜けた時っていう表現とはまた違うんですけど、そもそもね、重いんすよそもそもダンパーちょっと強いかもしれんな。ダンパーをもうちょいあれっすね、ですね、あ、ダンピング今ゼロだったのこれ。ちょい待ち。いや、入ってますよね。入ってて、スタートポイントオブスピード。あー、なるほど。スピードダンパーが入る速度が決められるんだ。なるほど。これ、初めから入ってるってことか。ということは、高速度域で入れてけばいいってことじゃない、ダンパー。このブレを抑えるってことなんで、200ぐらいからにしましょうか。いや、200だと、まあ、200でいいか。はいはい、ステアリング、モデルスターゲーム。はいはいはい。これ前 10% スタートとかだったと思うんですよね。ちょ、20ぐらいで。はい、これナチュラルなやつですね。これ完成のやつ、これもちょっと上げてってみましょうか。これがさっき言ってたですね、これなんですよね。自然完成の最適化っていうのがこれなんですよ。で、これもともとデフォで100だったんで、500っていう値がどれぐらいの5倍になるのかちょっとあれなんですけど、とりあえず2倍にしてやってみましょうか。はい、イコライザーとかはそのままですね。俺の好きなライナーでちょっと行ってみましょう。あ、なるほど。これはすごいな。はい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 。あ、
ダンパは0キロからダンパさっき入ってたんで、あ、なるほどね、これちょっと新しいわ。あー、なるほど、これちょっと表現の幅めっちゃ広がりますね。あー、すごい、これ速度に対しての入力ゲインが多分200で上がったのと、あとダンパーがですね、これ今200超えてから入るんですよ。そう、これ入ってますね、ダンパー。はい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 、あ、これすごいね、この機能を今まで俺使ってなかったっす。ああ、すごい、これ表現がFFB の表現がですね、ものすごく幅が広がってる感じっすね。あー、これは違うわ。え、これ R9 とかでもこれ使えんのかな、これ使えるんだったらこれいいっすね。あ、すごい、これこれすごいっすよ皆さん、このほんと速度に対しての FFB の強さがだいぶ、スピードが上がっていくとさ、このハンドルって重くなるわけですよ、もちろん。で、それの表現っすね。で、ディアブロとか車種によってはもともとこう重い車種ってあるわけですよ、タイヤの扁平率とかそこら辺があるんですけど、それがね、ディアブロってもともとずっと重い表現だったんですけど、あのダンパーの入るスピードっていうのもね、ちょっとさっき変えたので、ゼロからダンパーずっと入ってたのとね、やっぱ違いますね。このアクセル抜いただけで、このやっぱりトラクションかかってるかかってないでね、全然変わるんで、やっぱこうアクセル踏むとさ、フロントってちょっとこう荷重が抜けるんで軽くなるんですけど、抜いたらちょっとこうクンってこう重くなるみたいな、走ってて抜くと重くなるみたいな、走ってて抜くとちょっとやっぱ荷重がね、前に行く分タイヤにこう荷重がかかるんで、このクンっていうこのハンドルの FFB の表現、あー、なるほど、これがナチュラルってやつかな。なるほどね、あー、これいいっすね。まあダンパー入るスピードを何キロ以上にするかっていうところはちょっとあれですけど、まあ俺で今200以上なんで、これ今入ってる状態ですね。はい、だいぶ入ってる感じしますこれ。なんでこの200以上超えて、こういうあの銀座のね、ぐるぐるぐるってなるところのこの挙動が乱れるところがめっちゃ抑えられてる感じします。はい、あのダンパーっていうのがこう少し緩くダンパーが入ってるんで、この動きが滑らかになるってことですね。このハンドルがこういう動く、ブルブルブルって震えるのがこうダンパーの力によって滑らかになるみたいな、それが200キロ以上で今スイッチがあの、なんていうんですか、エフェクトがかかるっていう状態になってますね。はい、でそれがまた200キロ以上になると、このハンドルが少し自然に重くなるわけじゃない、スピードが出れば出るほど、車って物理的にね。それがダンパーの効果もあって、このハンドルのこの切る FFB の重さがちょっとね、物理演算がめっちゃ幅広くなった感じがする。これがちょっとね、さっきのあの自然入力に対してのアップデートでこれになってるのか、俺が単純にダンピングを200キロからスタートにしてるからかわかんないんですけど、200キロスタートだいぶいいっすね。はい、200キロスタートはちょっとだいぶいいかもしれません。なのでちょっとこれはですね、また表現をちょっと変えてみたいな。ちょっと待ってください。ちなみになんですけど、ですね、このナチュラルイナーティアっていうのかな、これちょっと分かりやすく500にしてみましょうか。
まあ、今のところちょっとあんまりわからないな。なんかちょっとね、ぬるっとしすぎてる感じがするな。なんかね、クイックさがなくなりましたね。こうハンドル戻すときもちょっとね、ぬるっとした感じに、ちょっとマイルドになりすぎますね、これ。なんでだろう。200の方が絶対にいいっすね、これ。なんで、これ、でも入力だと思うんすよね。入力の強さのはずなんですけど。ああ、戻りましたね。うん、でもやっぱまだぬるっとするな、戻ったけど。これちょっとあれっすね。やっぱ200なのかな。なんかね、強いとね、こう、セルフが戻るスピードもちょっとぬるっとしちゃって、ダンピングが強く入ってる気がするんすよね、これが。これ200キロでしょ?で、これ 20% なんで、スピードダンプなんで、スピードが上がった時にどれぐらい入るかってことだと思うんですよ、ダンピングね。で、これがナチュラルのホイールダンパーなんで、これちょっと下げましょうか。で、多分アップデートの方はこっちなんですよね、多分ダンピングって。この表現からすると、速度依存のダンピングの最適化なんで、速度に依存したダンピングなんですよね。この、スピード、ダンピングなんで、はい。ディペンドなんで、これをじゃあちょっと、あ、戻った。あーは、これいいっすね。さて、神田でどう出るか。いやー、でもほんとねー、表現がねー、かなり変わる、ほんとに。いやー、このねー、なんか正常進化といいますか、 FFB の表現幅がね、マジでね、目を見張るものがありますね。この今滑ってもね、抜けない。これすごい。前抜けてたんで、これ。いいっすね。ちゃんとダンプも効いてますね。200キロ以上で、さっきのあのグネグネっていうやつがちゃんと効いてますね。ちゃんとマイルドになってる。で、セルフがマイルドになってないですね、ちゃんと。素晴らしい。いいっすね。いいっすね。だいぶいいっすね。なるほどなるほど。これはでも、だいぶいいっすね。
まあ、ハンズオフプロテクションがこうかかってるんで、どっかに突っ飛んでくっていうのはないですね。これまあちなみになんですけど、ですね、これを切って、切ったらどうなるんだろうね。まあ切っていつもやってますけど。ああ、でも切っても意外に大丈夫だね。なるほど、センターでのセンター付近でのこの確かに、あー、なるほどね。やっぱ繊細さっていう言い方をするとこのやっぱなしの方が繊細な感じが、このねセンター付近でのこのちょっとした FFB の抜けっていうのが、抜けてるわけじゃないんですけどね、全く違う気がするな。これちょっとでも好みかもしれない。これどうなんだろうな。ハンズオフプロテクション、新しいやつね。あー、そうっすね。ちょっと待ってくださいよ。これはどうなんだろうな。まあ好みだとは思うけど、あー、まあ一緒っちゃ一緒なのかな。よし、これちょっとね、ハンズオフプロテクションはグリップだとそこまで、そうっすね、この切るときに少し抜けるっていうところは、まあ振り返しのこの直後の抜けっすよね。なのでちょっとねドリフトしてみましょう。でそれ以外に関してはかなりありっすね。この今俺が出してるやつで、やっぱりね、ここのダンパーはちょっと少なめでいいっすね。入ってても10でいいと思う。で、ここら辺ちょっと、そうっすね。これまた好みなんですけど、何キロから入れるかは。まあ俺の場合200キロ以上で、このブルブルの触れ方がマイルドになれば、俺は大丈夫っすね。で、スピードダンプのパーセンテージも、これも好みなんですけど、まあ20、10ぐらいでいいと思います。はい。まあフリクションもそうっすね。30で、ここら辺は。で、ナチュラルのこれは100、200っすね。で、300以上にすると、ここ以上にすると、ちょっとね、セルフがね、マイルドになるすぎる感じがします。この戻る時のね、セルフ当てる時の、この、なんでしょう、負荷がね、手にかかってくる感じなんですよね。なんかね、この、ちょっと遅れるっていう言い方ではないんですけど、なんかセルフが当たる時のね、こうハンドルに負荷がかかってる感じがする。はい。これちょっとドリフトの方が分かりやすいんで、ちょっとドリフトしてみましょう。はい、ということで、ドリプレに来てみました。で、ですね、ハンズオフプロテクション、とりあえず一回オフで行ってみましょう。あ、これなんで、あ、そっか、なるほどね。これ、あれなんですね。さっきのナチュラルイナーティアってやつ、あれっすね。このクイックのディープコーンだと設定がなくなるんすね。へぇー。フリクションとかは入ってて、はい。ここら辺は入ってますね。はいはいはい。そういうことね。よし。じゃあちょっと行ってみましょうか。ハンズオフプロテクションオンで、ちょっとどうなるか、一回試しにやってみましょう。
あーすごい。あーでもちょっと抜けるなちょっと抜けますね。あーなるほど、前よりは全然いいっすね。あの変な FFB 抜けはない。たまーに抜けますね。あー素晴らしい素晴らしい。これはよく修正してきましたね。これ今俺オンにしてたよね。はいはい、オンになってますね。あすげえ、オンになってんのにドリフトできてる。あこれはすごいっすね。よく修正してきましたね。ただちょっとだけ抜ける時があるんですけど、全然オンのままで大丈夫っすね。でちょっと一回 FFB ちょっと強いんで30ぐらいにしました。基本 FFB は弱い方がドリフトはやりやすいんで。あーいい、あー素晴らしい修正っすね。これはすげえわ。ちょっとだけ抜けるけどね。まあでもこれはしょうがないんだろうな。あでも全然すごい。あーこれはすごいっすね。あーこれは、これグリップの設定そのまんまでいけちゃいますもん。だってめんどくさくない。あ、ね、めんどくさくない。あこの面倒さがなくなったのいいっすね。このグリップの設定でさ、ちょっとだけ FFB をさ、弱くしてあげてさ、そのまま走るみたいな。あー、抜けない抜けない。あー、いいっすね。あー、ちょっと抜けるか。ここら辺のちょっとさじ加減っすね。これ今抜けてない。逆もね。あー抜けてないっすね。あー抜けないっすね。あーいいと思うこれ。だいぶあーすごいね。これ前回のやつと全然違いますよこれ。これはほんと感動したわ、修正の出し方。あこれはでもオンでもいいかもしれないな。まあでもちょっとね、俺の場合この FFB10 とかにしてるわけじゃないんで、ハンズオフプロテクションがいるかって言われるとそうでもないんですけど、あの高 FFB でプレイする人はやっぱり怪我防止っていう点でちょっとつけてあげるといいのかなみたいな感じですね。なるほどね、これはすごいと思う。だいぶ感動しましたね。なんかどっちかっていうとグリップで走ってる時のこの若干こうセルフ当てる時というか修正で当てる時の方が気になる感じではありましたね。ただ悪いっていう意味合いではなかったので、この真ん中っすよね。真ん中のこのセンターに来るここの真ん中ら付近で少しね表現が変わるって感じ。ただ抜けるっていう表現ではないので、ちょっとこうねスコンって前は抜けてたんですよ。スコンって抜けてあのセルフが当たってたんですけど、それがね結構いい感じになったと思う。ちなみにちょっとオフって一回やってみましょうか。あまあオフった方がでもやりやすいのかな、やっぱり。なんかねマイルドだったんですよ、やっぱついてるとエフェクトなんで、やっぱりどうしてもプロテクションエフェクトみたいな。でそれがなくなるんで、クイック
クっすねクイックな感じがするやっぱ。まあなしの方がやっぱいいっすね。ただついててもできる。前はできなかった。今回はできるっていう言い方。ちょっともう一回入れてみましょう。これはでもね、ほんと細かいと思う表現。マイルドになったって言い方なんで。そうっすね。そうっすね、マイルドって感じっすね。このなんだろう、セルフ当てる時のこの戻りとかが結構マイルドになった感じっすね。この戻る時のこれがちょっとね、マイルドな感じっすよね。遅いっていう言い方ではないんですけど、さっきのダンピングにちょっと近い感じなのかな。これ多分ね、保護機能なんで、マイルドにすることによってこうワンチャン指がバーンって当たった時とかの多分ことを言ってるんだと思うんすけどね。はい。だそれがあのね、前回にはもう本当に極端に FFB が抜けて怪我しないようにみたいな、このこう当たった時のみたいなね、この指がここにこう当たった時の、親指が当たった時のこの怪我のプロテクションのことだと思うんですけど、これがね、極端に FFB 抜けてたのがマイルドになったって感じ。この戻りのこの FFB が、なのでマイルドになってこの戻る時のこの戻りがマイルドだから指がこう持ってかれるほどの怪我はしないでしょっていうことだと思うんですよね。だこれ今オンにしてるんで、まあそれに関して言えばだいぶ、そうですね、オンなんで、マイルドっていう点ではだいぶ。で、これがちょっとね、あのハンドルによって、この強さが違うみたいな感じらしいんで、これちょっとドリフトね、さっき一番最初こっちやってたけど、これの違いがね、ちょっとあんまりよくわかりませんでした。はい。まあやっぱオフだと、そうっすね。もう最初から、そうっすね。まあ俺オフで慣れてるからオフがやりやすいはあるかもしれんな。ただまあマイルドっていう点で、なんかこう、まあ、怪我防止は絶対にあると思う。俺ちょっと怪我したことないんであれなんですけど、まあなんか一回怪我したりとかしてる経験のある方で、やっぱちょっと怖いとかそういうのがある方はやっぱ入れてやった方がいいかもしんない。やっぱ修正打が当てやすいはあるかな、ない方が。ただこれはあくまでドリフトに関してなんで、そこだけをね、ちょっとね、入れると、またイメージが変わってしまうっていうのはあるんで、グリップで言うと、本当にあの、あってもなくても、本当にレベルが高い走りが、両方できるかなっていうところでございます。はい。かなり、ちょっとね、感動した。あの、前回のバージョンの、ハンズオフプロテクションのドリフトの出来なさ具合、FFB の抜け具合を俺知ってるんで、よくここは修正してきたなっていう感じ、本当に。はい、ということで、ちょっと最後に、ユーロトラックシミュレーターを TSW でちょっとやっていきたいなと思います。はい。ああいう入力に関して言うとなんですけど、まあ、まあって感じですね。まあ、ユーロトラックシミュレーターに関して言うと、そこまで操作がシビアではないので、
あ、いいね。これ前に入れたこのエンジン共振がめちゃめちゃいい仕事してますね、これ。このでもピカピカ直ってないっすね、これ。これちょっと、あれですね、ピカピカを直したいですな。これはもう、邪魔なので、オフにしちゃった方がいいですね。はい。あ、ごめんなさい。うん、素晴らしい。相変わらず素晴らしい。何の不具合もなく、いい感じに運転できておりますよ。これはまあ、違いはちょっとわかんないっすね。はい。まあ、ユートラって結構あれなんですよね。速度に対してのこの入力が強くなるっていう、この表現が、このゲームバランス的にもともと結構優れてるんですよ。なので、こう、曲がり始めが軽かったとしても、このね、曲がっていく過程で結構ハンドルがね、こう重くなっていくっていうところが、このちゃんと、アンダーにトラックのね、キャビンがちゃんと傾いてるっていう感じが、ちゃんとこのハンドルの FFB で伝わってくるっていうのが、あの、ダイレクトドライブだとね、もともと結構ちゃんとしてるのよ。これ、何気にこのすごいことなんですけど、なのでこのエンジン共振とか、FFB の表現が他のゲームよりね、ちょっと多いっていうのがあるんですけど、これまあ、ハンズオフプロテクションもちろん入れてるんですけど、まあ、かなり、このセンタリングも元々のゲームのセンタリング入力ですね、これ。素晴らしいと思いますよ。ちょっと曲がってみましょうか。あ、いいっすね、これは。まあ、TSW のこのクオリティもですけど、だいぶ元々のクオリティが高いっすね、やっぱ。この、ちょっと乗り上げた時のこの FFB の表現とかもだいぶ、このロードセンシティビティ、ロードセンシティビティだと思うんですけど、だいぶって感じっすね。あ、ごめんなさい。素晴らしい。これはでもまあ、元々の良さっすね。ちょっとね、ユートラに関して言うとそこまでこの操作技術がシビアじゃないっていうところも含めてなんですけど、あとユートラの元々のゲームの本当に設定が良すぎて、全く不満点が元々なかったっていうのがあるんですけど、だいぶ良き。やっぱこの DD のね、エンジン共振やっぱ強えわ、だいぶ。ちょっとせっかくなんで、この、ランダーバートの、ああ、いいっすね。この、カーブがきつくなると、ちょっと重くなるっていうのが結構もともとあって、素晴らしい。まあ、普通にすごいっすね。なんかこのアップデートがあったから、すごい良くなったってわけではなく、もともとすげえ。これはすごいっすね。いい。もともといいっていう言い方で。なんでやっぱアセコルっすね。はい。アセコルの、あの、ハンズオフプロテクションのインプルーブメントが、めちゃめちゃ良かったっすね。はい。よく、あそこまで修正当ててきたなと、ラバちゃん的には思います。はい。バス停でございます。偶然見つけたバス停。いやー、ほんと素晴らしかったわ。はーい。と、いうことで、よいしょ。いやー、よかったっすね。はい。素晴らしかったでございます。はーい。ということで、まあ、今回ですね、ちょっとま、いろいろいじりましたけど、ハンズオフプロテクションがね、ものすごく、良かったっす。これっすね。このハンズオフプロテクション。
これがめちゃめちゃ良かったので、はい、素晴らしいと思います。これがまあどれぐらいのパーセンテージって、あのね、これ低くなってんのが、これ多分本当にあれだと思うんすよね。アセットコルサとかだと結構こう強く入ってっちゃうと重くなっちゃうから、 TSW だとこうでかいとかっていうのがあると思うんすよね。これ多分まあそこ含めてね、ちょっとまあいろいろいじりながらみたいな感じで、で基本的にちょっと俺がさっきアセットコルサでやったこのフリクションはもうちょっと低くてもいいと思うんですけど、基本これが一番、まあこれまた出しますけど、はい、これちょっとまたモザさんに送りますんで、はい、まあちょっとね、今回に関して言うとハンズオフプロテクションがものすごく改善されたというところで、まあオフが好きな人はオフでいいと思います。俺は多分オフでやる、うん、俺はね、はい、ただオンでもドリフトが前回できなかったものができるようになったってところがものすごくこれ改善されてて、目に見えて改善されてるんで、はい、本当に素晴らしい。まだ1ヶ月経ってないですかね、はい、多分 2,3 週間で、これお話しいただいたのが3日ぐらい前なんで、はい、まあその間ね、1週間弱、まあ約10日で直したとしてもだいぶすごいことだと思いますんで、はい、本当にこれは感動しました。あのね、対応の速さっすね、はい、本当素晴らしいと思います。でその他はね、やっぱ素晴らしいです、はい、もともとホイールダンパーに関してもですけど、はい、ここら辺はまあ好みでね、ちょっとやっていただければなと思います、はい、ということで皆さん、本日はですね、次出ますピットハウスのベータ版インプレッションしてみましたけども、はい、ものすごく期待ができるものとなっておりますんで、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。はい。で、俺のですね、こちらの FFB 設定なんかダウンロードできるようにしてくれるらしいので、はい、そちらの方も楽しみにね、していただけたらなと思います。TSW と、あとアセコル用のグリップドリフトで、一応出しておきたいなと思いますんで、はい。皆さんそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。はい。というわけで、じゃあ皆さんまたですね、はい、次、モザーこちら使いました、アセットコルサとかやっていきたいなと思いますんで、そちらの方の動画でお会いいたします。じゃあみんな、はい、それでいい。